回に丸のちゃったね、ここのお宝のところにまだあんまり増えてないだろうから、ちょっとしばらくしたら行こうかなと思います。で、今は何をするかというと、とりあえず、お金を作りたいね。なんか、商人的なの、この辺にいなかったかい？お金を作りたい。で、弓矢をちょっと多めに買っておきたい。この人は誰だっけ？へい！さあ！あ、キノヤ。キノヤはでもいいよね。答えのシャフト4、14、ネジがいっぱいあるな。一番かい？これ琥珀とかも16もあるよ。これ琥珀ロッカー見なんてすごいな。一応6個ぐらい打って10個ぐらいは残しておこうか。何があるかわかんない。そうね。これオパールも10個残しておこう。2個すごい金持ちになってくる。これが何？大したお金。すげえね、サファイア。ワーズ。古代のコアなんかすごいじゃん。バネ。2個ぐらい。522。あと。なんて高いんじゃないの？まあこんなの安くても全部売るわ。わお。無理だ。
けや、これも全部違う。600ぐらいまで行ったよ。いやね、マックス取り手よりさ、これはマックスドリアン、ドリアン。ということで、今回はここまでにしておきましょう。ずいぶんね、いろいろと新しい展開になっていく感じ、得意が新しい展開になってきましたね。これからちょっと大きい、ね、ボスキャラを倒しに行きたいと思います。これから楽しみになりますね。ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。